溝口拓也です。高橋健介です。黄色い綿毛です。せーの、モーターライブ。さっ、今日も行きましょう。シレーションカモン。シレーションカモン。視聴者チャンネル変えるわこれ。3人を海洋へと導く案内人だもん。来た、指令書が来たよ。じゃあ読みます。お願いします。指令書、いや今日も皆さんイケメンでござんすね。ありがとうございます。でもかっこいいのは見てくれだけじゃないんですか。見てくれだけでもがうるさい。何言うとんねん。寺山、はい、かっこいいと思うジェスチャーやってみ。おい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 、いつまでも職業イケメン風で商売してっと、あっちゅう間に賞味期限が切れるっていうの。それでもかっこいいにしがみつきたいって。 OK。 というわけで今回はスキルを身につけたらかっこいいって言われそうなサイドビジネスを学べるスクール、バミッタからしっかりとマスターして身も心もかっこよになるんだもん。ではということです。どういうこと。え、サイドビジネス。サイドビジネスですか今回は。サイドビジネスです。ということで、3人がやってきたのはジャパンカジノスクール。カジノの学校ですか。ちょっと体験してもらって視聴者の皆さんに届ける。なるほど。じゃあ僕らが代表してこう潜入していきますっていうのでいいんですか。潜入してカジノやったりディーラーの人こんな感じなんだっていうのを調査してほしい。わかりました。潜入。お、失礼します。何何、え、あのモンスター講師の方ですか。はい、私は日本カジノスクール属性校長モンスターの大岩根正義です。また言わされてるわ。日本カジノスクール属性校長モンスターの大岩根正義さん。今日本のどこに誘致されるかで話題沸騰中のカジノ。そんなカジノで働くディーラーを育成する日本初の学校を建てたパイオニアなんだもん。今日本のこうカジノ業界はどうなんでしょう、はい、進んでるんですか。もう、激アツでございます。激アツなんですか。はい、はい、まあ、これから日本の新しいビジネスが生まれてくる、そういうタイミングです。そうなんだ。そう、2018年に IR 法が可決。近い将来ラスベガスのようなかっこいいカジノが日本に誕生するかもしれないんです。遅くても来年の夏にはですね認可が降りるという見込みであります。じゃあ今のうちにそのディーラーになっておけばもういきなり。そうですね、ディーラーもそうですし今からディーラー経験を積んでおけばオープニングの時に、まあ、カジノ業界というのは縦にすごくランクがあるんですけども、ディーラーよりワンランク上管理者からスタートというチャンスもあります。管理者大卒みたいなもんだ。寺山さんはもうそっち行った方がいいっすか。今日お気に。ちなみに皆さんカジノはやられたことはございます。ないですね。よりですねこのカジノの雰囲気は味わっていただきたいと思いますので、はい、ここでベッドクイズをしたいと思います。ベッドクイズやるな。やるな。違う違う、そっちじゃないですよ。あ、違う。ここで校長モンスターからベッドクイズ。カジノにまつわる基礎知識をクイズ形式で出題。そして仮想チップ、現金と同じものなんですけど、はい、実際にカジノで使われているものです。今日はチップを用意しました、はい、これをお一人10枚ずつお渡ししますので、はい、1000ドル。1000ドルというと今、日本円で言いますと1ドル135円ぐらいですか。そうですね、13万5000円です。1枚、はい。え、これ実際カジノでこの単位のチップってあるの。もっと大きなチップあります。では早速問題に行きたいと思います。そうか、そういう、そうでした、はいはい、まず1問目、はい、日本カジノスクールが開校しましたのは2010年より後か前か。ハイアンドロー的な。そうです。あ、なるほど。2010年より後と思う方はこちらにですね、この辺に
置いてください、ね、はい、前と思う方はこの枠より手前にですね、何枚かけていただいてもいいですし、自信が、ね、なければ1枚でも結構ですし、自信があれば僕前にかけます。だからそれより前に、はい、だから5年とか、はい、2010年より前にもうスクールは誕生して、うんうん、はしてない、オールイン。え、待ってクイズこの1問だけとは限らないですよ。いやでもここで増やすから。あ、そうか、もうこれは安牌、半々で超安牌、必ず元通り。実は以前2004年に開校しております。ってことはアウト。アウトかい。募集、こちら募集うわとなりまして、はい、配当がいきます。配当がいきます、はい、倍、はい、よし。石原慎太郎元東京都知事が1999年にお台場へのカジノ誘致を発言。それを聞いた大岩根校長は、2004年にですね開校したんですが、ちょっと早すぎたと。なるほど。死亡。死亡。いや。一枚ちょうだい。一枚ちょうだい。あ、じゃあ物ボケにしますか、これで。いいよ。これで。いいよ。一問目で破産した寺山さん。チップをもらうため一発ギャグをやることに。大岩根校長がジャッジします。芸能界の社長。稼いでる？みんな。みんな稼いでる？みんな稼いでる？すいません、辞退します。お二人で。いやいやいや、ではあの半分ということで。あれはすごい、やった、すごい優しい、ありがとうございます。すいません、こんな。この日本カジノスクールに通う期間は2年以上か2年未満か。何かやりつつこのスクールに通う時間を週に1回だけ割いてる人もいると思うんだよね。あ、確かにね。僕決めましたね、はい、決めた。僕は2年未満。多分ディーラーが学ぶことよりも多分実践でやることの方が大切な気がするんですよ。俺は寺山さんと違って保険残すんで1枚残しの、1枚残しの9ベッドです。ダサいな。ダサいな。俺もこっちにオールインです。2年以上ね。働きながら学校に通うっていうのは、はい、結構かかると思う。正解は2年未満です。うわことごとく向いてないな俺。回数をね。さすが拓也さんですか。あのおっしゃる通り、あのスクールは3ヶ月から1年できるだけその早くですね卒業してどんどん経験を積んでいただくということで3ヶ月から1年ということになってます。チップを失った寺山、どうする？あの知ってる？今ちゃんと怒られてるから、ね、今、うん、カジノ基礎知識第3問と行きたいところですが、持ってない。持ってない。どうするだい？俺これしかないから無理だよ。俺はください、お願いします。高い、図が高いんじゃない？お願いします。図が高いよ。すいません。27万相当ください。お願いします。もうここでやったら伊藤開示なのよ。これはくれ、頼む。わかりました、もうわかりました。じゃあ寺さん、ほら、すいません、はい、ありがとうございます。カジノでよくね、あのこれ似たシーンあるんですね。こう人にこう借りて、なかなかそういう方っていうのはやっぱ勝てないですね。あの知ってる？今ちゃんと怒られてるから、ね、うん、なんとかチップを確保した寺山さん。このチップが後々重要に。増やしておきたい最終問題。大きなカジノを日本にも想定して作ろうとしてますが、そこのカジノで働くカジノディーラーの人数、1000人以上か1000人未満か。1000人以上、1000人以上、はい、僕も1000人以上に10枚。1時間とか2時間で疲れちゃうと思うんですよ、ディーラーさんが。逆張りですわな。1000人必要ございません。理由はない。正解は1000人以上です。やった。1回も当たってない。ことごとくですね。こちら、あ
27万。え、でも拓也はすごいよ。僕トータルでこれ倍になりました、最初の。鬼勝ちだよ。今実際にですね、想定されているカジノというのがですね、まあ、あのこういうテーブルがですね、まあ、500、600台こう置ける。500台置けるカジノを想定してまして、24時間営業ですと3名必要ですね、8時間かける3ということは、テーブル台数かける配定3倍は必要ということで、まあ、2000人以上のディーラーが必要と。儲かるんですか？儲かるというよりも、まあ、標準よりもちょっと上のランクの給与はもらえると思います。平均のサラリーマンよりも、はい、ただあのカジノの場合はお客様に買っていただくとチップがもらえます。これもディーラーの収入になりますから。へー、そうなんですね。大きなテーブルであのディーリングをすると、まあ、チップの額も大きくなるということで、皆さんそこを目指してやはり切磋琢磨されると。皆さんあのカジノの、ね、好奇心が高まってきたと思いますので、はいはい、実際にねこれからカジノを体験していただきたいと思います。やった寺山、いろいろあって壊れた。チップグーだー、チップチップ。あ、じゃあ僕合ってた。次回ブラックジャックで大揉め。スプリットしてくれよ。あんたのせいで俺のチップがなくなったんだよ。お楽しみに。